自分が人と違うことを知ったのは5歳の時だった。幼稚園の先生が頭で思っていることと口に出している言葉が違うのに誰も気づかないんだ。それで父親の本音を言い当ててみたら母親が泣き崩れて、これはやっちゃいけないことだと悟った。他人の思考が勝手に聞こえてくるんだ。成長するにつれてそれらは大きくなるし、受信する範囲も広がっちゃってひどく苦痛だったよ。小3ぐらいになってからかな、自分から心の声を飛ばせるようになったのは。いいなあ、お前いつもお菓子持ち歩いてるよな。まだ家にいっぱいあるから今度持ってきてあげるよ。マジ？じゃあ俺パまた万引きしに行こう。ポテト食べたい。バカかお前、逮捕されるぞ。ええ、どうした？店に返してこい。それからストレスを発散するために毎日心の声で誰かに怒鳴りつけて攻撃するようになった。お前ずっとそうやって生きてきたのか。今はやってないよ犬川。え、どうした？俺の頭に直接。木地林先輩、猿だ。うわぁ、マジかよ。こいつ怖いかも。テレパシストって異常だな。ですよね。確かに俺は異常な存在だ。まあ安心してくれ、今はもう他人の心をシャットアウトする技を身につけたんだ。心の声は聞き飽きた、うんざりなんだよ。だからずっと耳栓をつけてる、封印してるんだこの能力を。それなのに爆音が聞こえてくるから。ああ、そうだった、悪い悪い。俺らテレパシストを探してんだ、協力してくれねえか。今さらなんでだよ、テレパシーなんかに興味ないだろ。いや真剣なんだって、心の声を聞けばわかるだろ。俺はもうテレパシーで嫌な思いはしたくないんだよ。耳栓を外すつもりはない。他を当たってくれ。仲間を探していたんでしょう。は？竹中くんが入部した理由、自分と同じ人間がいるかもしれないって思ったからでしょ。ああそうだよ。でも期待外れ、ただのオカルト研究会だった。おかげで仲間がどこかにいるかもしれないという淡い希望を抱くことはなくなった。俺はお前らの思い出作りに利用されるつもりはねえよ。利用される、それで終わりと思うなら協力しなくていいと思う。本当に全く興味がないのなら。何が言いたい？僕も自分の力にはうんざりすることがあるけど、蓋をしても捨てられない自分の一部だし、求めてくれる人がいたら少しは受け入れた方が楽しい時もあるんじゃないかな。何を偉そうに、知った風なことを。本心だよ。まあまたノイズ出されても困るし、今回だけ特別に協力してやるか。おお、やったー、恩に着るぜ竹中。よかった。